はい、さい、こんにちは。今回紹介するのは、まあ夏だからね、サイレントホラーゲームというホラーゲームをやってみようと思います。完全に初見プレイです。ただなんか、どうしたら始まるのかよくわかんないんだよな。どれだろう。真ん中の方にあった赤いやつで、8つのキーを見つけなさいと、この迷路の中で。操作これ。うわ、呼吸音怖い。で、ここに戻ってこいってことだね。で、多分赤い丸が怖いな。鍵を示してると思うんですね。で、この迷路の中をとにかく歩き回って、8つの鍵を見つけて、ここへ戻ってくると。ただそれだけだと思うんだけど、よし、1つ目ゲット。いやー、なんか雰囲気からしてすーごいなんか、怖いね。なんだろう。いやなんかで、これね、今自分がどっちを向いてるのかっていうのがよくわからないので、この緑が自分だと思う、自分なんですね、多分きっと。で、この緑が動く方向を見つつ移動していかなきゃならないという。いやー、ちょっと今迷路のね全体像を把握しようとして、だけどこっちかな？なかなか2つ目のキーにたどり着かないんだよね。多分このすぐ近くにあるはず。あ、よし、2つ目ゲット。2つ目ゲットです。さて、反対か？この呼吸音が怖い。自分の呼吸音だと。何これ、何今一瞬なんか映ったけど、多分ね、今のがその、なんかね、ここの中にモンスターがいるらしくて、そのモンスターに捕まったらいや、ゲームオーバーなのかな。多分そのね、モンスターから見た画面じゃないかなと思うんだけど、あれだけじゃ全然モンスターの位置が分かんないわ。で、どういう条件の時に表示されるんだろう。こっちにまっすぐ行ったところがありそう。お、あれか、あ、鍵だね。よし、鍵ゲット。これで3つ。ちょっとね、上の方行ってみるかな。音が怖い、雰囲気怖い、マジ怖い。これ、部屋真っ暗にしてヘッドホンとかでやったらすごい怖そう。こっちかな。で、多分ね、わざとやってるのかな。すごく操作性が、なんだろう、悪いってことじゃないけど微妙っていう感じで、歩きづらいんですよね。これがまたこれで恐怖感をさらに出してるっていう。お、4つ目かな。はい、ゲット。あと3つゲットして、この子結構敵と出くわさないね。なんかこのペースでいったら、ひょっとしたら、一番最初のプレイからゲーム、コンプリートできるかもしれないな。ちょっとワクワクして。よし、5つ目。あと3つ。いけそうだな。よし、ちょっと落ち着いて。6つ目、あと2つ。あとはもうほぼ一直線、この道ずっと行けばゴールっすよね。このままね、
下の方にずっと行ってぐるっと回って帰ってくれば OK っていう感じだよな。まあ、あとちょっとなんで落ち着いて落ち着いて。7つ、よし、あと1個。今んとこ敵は近くにいそうにないんで、いけそう。あと角2つ3つ曲がっ、え、近くにいる？まだ大丈夫。いきなり死亡っす。怖っ。怖い。これって、あ、毎回同じマップなんだよね。もう一回やってみます。こっちはやっぱり出れないんだよな。ちょっとさっきとは反対側のルートを通って行ってみよう。こういう呼吸音聞いてるとダイビングしてる時思い出すんだけど。こっち側、今度はね、あれ？あ、元の場所に戻っちゃった。さっきとは反対方向のルートで攻略してったけど、こっち側から行った方がいいかもしんない。いないよね。よしよし、こっち回りなのかな。近くにいる？やべやべ、逃げ逃げ逃げ、どっち？どっち？ほんと一瞬だよこれ。ちょっと怖い。死んでしまった。どうしよう。とまああと他のメニューを開いてみてますけれども、まあこんな感じだね。というわけで、夏のあれにはね、こういうゲームもいいかもしれないので、ぜひお試しください。それではまた。